田さん、おはようございます。おはようございます。それでは今日も12月号20ページからですね、金田さんのところから読んでいきたいと思います。じゃ あ最初安藤さんお願いします。はい。規模過剰建設がもたらす環境破壊、金田正夫さん。省エネでなく省資源、戦前までは温暖化ガスの二酸化炭素排出と吸収が均衡する、カーボンニュートラル状態でした。戦後の60年ほどで一気にこの均衡が崩れたのです。その原因を取り除かないと根本的な解決になりません。それは急激な資源消費とそれに伴う環境負荷にあります。省エネ機器は運転エネルギーを減らせても、その生産廃棄に資源消費、環境負荷が発生しますから、省資源で捉えないと根本的な解決にならないのです。約50年前にメデド作氏が予測した2050年の資源枯渇、ガシは現在予測通り進行していますから、今後30年ほどで最悪の事態を迎えかねないのです。大規模開発の環境負荷を LCA ライフサイクルアセスメントから見る。 LCA は生産、運転、流通、廃棄にわたる環境負荷を数量で表したものです。省エネ法は省エネエアコンなどの高性能機器を前提にした運転部分の省エネではありますが、その生産、運転、廃棄までをトータルで捉えていません。全体を捉えないと結果として環境負荷の低減にならない場合があります。全体を捉えることができる LCA で大規模開発の環境負荷を見てみたいと思います。生産建設段階1、中高層建築物の環境負荷は低層より大きい。随一は構造種別ごとの環境負荷 LCCO2 二酸化炭素排出量を比較したものです。鉄骨、鉄筋コンクリート像 SRC が最も高く、次は鉄筋コンクリート像、鉄骨像、木造の順に下がります。木造は SRC、RC の3分の1ほどになります。中高層建築物は大半が SRC、SRC 像ですから、木造を基本とする低層に比して環境負荷が著しく大きくなります。2、事務所の環境負荷は概して住宅より大きい。SRC、RC 像事務所の環境負荷は RC 像住宅に比して2、3割大きくなります。その原因として図により設備工事が2、3倍になるからと見られます。中高層事務所系の建物は構造による負荷に設備工事による負荷が加わるので、全体として低層に比して大きくなります。3、大規模再開発の環境負荷は低層住宅の何等分になるか。旧東芝ビル跡地に計画されている大規模開発の工事における環境負荷 LCCO2 を図2の LCCO2 排出量を使って先表の仮定に沿って計算しました。再開発ビル1棟は木造在来住宅1万5011棟に相当します。この規模は杉並区全世帯数の20分の1に該当します。廃棄、耐久年数が短くなるほど廃棄と再工事の環境負荷が増えていきます。表1は住宅用途になりますが、廃棄に伴う環境負荷を引っ越したものです。集合住宅 RC 像の解体における環境負荷は新築工事負荷の約1割になります。30年耐久を300年にするなら1棟分の環境負荷を減らせることになります。空調換気設備、給排水衛生設備の環境負荷、空調換気設備工事に伴う環境負荷ですが、高層になるほど機械類に耐えることになります。夏の暑い盛りと冬の寒い盛りを除くなら窓の開閉で調節が可能ですが、高層階は落下物や強風から窓を閉じるようになるために、四季を通しての全館空調設備が必要になります。一年中稼働に伴う環境負荷とフル稼働による耐用年数の減に伴う環境負荷が増加しますから、低層建築物に比して設備に関する環境負荷は大きくなります。設備工事の環境負荷が全工事に対して占める割合は図3より3分の1ほどになるのが分かります。
設備機器は耐用年数が建物より短いですから、その廃棄や再生産も環境負荷を大きくする要因になります。はい、じゃあ次は矢野さんお願いします。はい、高耐久は環境負荷の低減に大きな効果、低減には建設費、量を減らすのが有効ですが、現実的でない場合でも、次の有効な方法として、高耐久にすることでの効果が期待できます。ある程度立てて、LCA を元にトータルの、ごめんなさい、ある前提を立てて、LCA を元に、トータルの、環境負荷を出してみました。浜松町の旧東芝ビル跡地再開発は37年で 旧建物を取り壊しています。他の再開発もこのくらいの年数で壊していると見られます。一方で新橋駅近くの 旧堀金物ビルは90年が経ち、さらに使い続ける予定ですから、100年も現実の数字に上がります。廃棄負荷は図3から新築時の10分の1、設備などの補修・更新に伴う負荷は33年ごとに新築時の3分の1として、33年ごとに3回建て替わる場合と、99年持たす場合の環境負荷、LCCO2、を99年経った時点での平米あたりのトータル値で比較しました。この結果から補修更新の根拠に曖昧さは残りますが、耐用年数を3倍にすると環境負荷は2分の1になるのが分かります。高耐久は技術的に可能か。コンクリートの寿命となる中性可燃数は打設時の水量が大きく関係します。一般的な水セメント比、セメント重量分の水セメント量 60% ですと30年から40年で中性化しますが、 40% にすると20年ほどに伸びます。法隆寺五重塔と金堂は、西暦670年頃に建て替えられたと見られるので1300年が経ちます。たまたま持ちこたえたのではなく、樹齢千数年のヒノキにこだわったのは、強度が伐採時より上がり、やがて加工して元に戻るまでの期間が樹齢に相当することをすでに飛鳥の工人たちはわきまえていたからです。現代は飛鳥の時代から見るなら比較にならない高い技術レベルのはずですが、こと耐久性については全く逆を歩んでいます。千駄ヶ谷駅前の国立教習所にしても、浜松町の大規模再開発にしても、事業体や施工者設計者からは高耐久を目指す言葉の片鱗もありません。まとめ、省エネや再生可能エネルギーは多く語られます。しかし運転に伴う環境負荷が減り、有限な資源の消費が減らせても、それらを大きく上回る建物や機器の生産、廃棄に伴う環境負荷にこそ手を打たなければ実を結びません。人類の英知はまだ使える建物を壊して、大規模構想開発や高性能設備機器の開発に注ぐより、高耐久や中低層でも成り立つ都市と農村の均衡、機器に極力頼らないパッシブな室内環境づくりにシフトするなら、環境異変の回避、持続可能な地球環境に光が見えてくるのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。ここはどうなんですかね。うん、先週、この東芝の東芝ビルの件、牧文彦が計画しているというのは、17ページに写真が載ったの、計画の写真が載ってますけども、
なんかとてつもなくでかいやつがドーンと、うん、いるみたいな。はい。この新年のね、朝日新聞の一面、二面を使ってかな、この17ページの柴原一丁目の計画っていうのが出てましたですね。あ、そうですか。まあ、新年だから、うん、いわゆる未来を開くみたいな、すごい、はい、そういう言葉を添えてね、今の金田さんの文章からすると、まさに真逆。うん、ね、まあ九州で九州民科大学というのをやってるんですけども、でそれは去年の9月から工学院大学の後藤先生、後藤治先生かな、民科の、まあ、建物の保存の方をやってある方ですけど、今、学長、理事長か。学長辞めたのか、理事長ですけど、ドイツでは、そのね、新築時の環境に関して、ものすごく規制が厳しいと。まあ、断熱材なんか、壁なんか、300ミリぐらい入れてますよね、ドイツなんかは。うん、でも、それは新築に対してであって、古いのはできるだけ残すというのが前提で、だから日本の場合はなんかね、その建て替えないと環境負荷がこう減らないみたいな感じでね、住宅なんか言われてると思うんですけども、そうじゃないんだということをこう言われてましたね。建て替える方が絶対に環境負荷は大きくなると、うん、この辺をもう一回きちっと、見直さないといけないと思うんですけど、他なんか皆さんからありますか。金田さんは前にね、東京で、あれはなんか最大連の、東京の最大連の集会だったかな、来て話してくれたけど、この今日の文章もそうですけど、金田さんの分かりやすいです、説明がね。この表やなんか本当に数字を駆使してるけど、文章のこの3分の1の例えとか、そういう分かりやすいなと思って、改めて感じました。今、ずっと配信してますよね、金田さん。あ、そうですか。うん、YouTube でも後で全部見れるように、なってます。じゃあ後で、で、はい、連絡します。はい。じゃあ次の24ページをいきたいと思います。じゃあ、新井さんいいですか。はい、はい、巨大開発に隣接した町の取り組み。持続可能な街づくりの支援、新宿研究会の活動、小畑誠二さんですね。新宿駅東口地区のビルオーナーの危機感、戦前から受け継ぎながら戦時体制、敗戦、高度経済成長、経済バブル崩壊という激変の時代を、来街者たちとの生活文化の交流を重ねながら、商業活動を発展させてきたビルオーナーたちは、少子高齢化の不安の中、高度情報化でのネット通販業界の台頭やグローバリゼーションの激流に翻弄されながら、21世紀の街の在り方を考え続けてきた。一方、国や東京都は国際競争力のある都市づくりを目論み、都市再生特区や緊急整備特区を指定し、巨大産業施設を組み込んだ再開発事業等の誘導を図っており、何の前触れもなく新宿駅東口地区の一部を含むエリア指定をし、
統治区関係者にも誘惑がなされるなど、外堀、括弧隣接地区が次々と埋められていく状況にあった。そうした状況にあって、2005年に新宿研究会が発足し、地区のまちづくりの取り組みに寄り添い支援する活動を行った。2011年には地元まちづくり組織である新宿 EAST 推進協議会が発足し、2017年には地区計画による地元参加方式のまちづくりの実現に至った。以下、新宿駅東口地区の活動の推移と目指したまちづくりの概要を紹介する。繁華街の魅力はどのように持続させるか、生活者大衆の共感をどのように保持できるのか、新宿東口の商業者たちは戦前から今日までの時代の変遷の中で身をさらしながら乗り越えてきた。昭和初期にできたダンスホール、東京ラプセラプソディの2番の歌詞にもあるや、戦後の勤労者らを鼓舞し連帯感を培った歌声喫茶、営業形態を少し変えながら今も残る、演劇運動の革新につながった赤テント、東十郎の状況劇場やゴールデン街、文化人や演劇関係者らがたむろ、そして大学闘争の舞台にもなった喫茶店や駅広場が点在し、場所性、界隈性を醸し出す中で、楽しさ、にぎわい、潤いのある繁華街を形成し続けてきた。一日に350万を超す新宿駅乗降客が通過点としてではなく、立ち寄り場所として新宿東口地区一帯で買い物や飲食をし、娯楽や文化を楽しむ状況が長く続いてきたが、経済バブル崩壊後の失われた20年とその後の10年の間に商業を取り巻く経済環境が大きく変わった。バブル崩壊後の20年間には郊外の量販店が大型ショッピングモール化し、まちづくり三法がそれを応援する中で、地方都市や大都市周辺拠点都市の中心市街地のシャッター通り化が進んだ。さらに拠点駅で駅前再開発による商業施設が廃退したりする状況が急増するようになった。しかしこの地区では明治通りの地下を通って渋谷と池袋を結ぶ東京メトロ副都心線の開通が幸いした。2008年6月に全線が開通、2013年3月には東横線への乗り入れ直通運転が実現し、新宿三丁目駅と新宿駅の近接性も相まって、新宿 EAST 地区、イーストってことなんですかね、地区の商業ゾーンのにぎわいがインバウンド客の吸引効果までもたらした。その後10年間2017年頃になると、ネット通販の急速な台頭で米国では巨大ショッピングモール倒産が相次ぎ、多摩 NT センターや筑波センターの大型商業施設の撤退などの状況が現れた。新宿東口地区の商店主たちも他人事では済まされない危機感を抱き始め、近未来の大都市繁華街での商業の在り方について、東京オリンピック2020に過度な期待を持たず、冷静にポストオリンピックを見据えた街の在り方に向けて、情報収集し、研究し、意見交換を続けていた。新宿イースト推進協議会では、インバウンドに人気がある新宿が報道される中でも、図1、発足10周年事業の再考と東京オリンピック2020対応に淡々と準備をし、その後の感染症対応問題やオリンピック延期問題にも
粛々と落ち着いた対応ができたと言える。それは前々年に新宿駅東口地区計画の都市計画決定と、そこに織り込まれた将来ビジョン、そして景気変動リスクを見越した地元の構えがあったからと言えよう。伊勢丹など大デパート関係者も、共商敷地ビルの自営業者も一緒になって、この繁華街の持続可能性について情報交換し、再開発事業の専門家からの専門的技術的情報についてもよく咀嚼しながら収集する努力を重ねていた成果である。一般の再開発や切羽詰まった建て替え事業では、そうした勉強や技術情報、制度的情報を見極め、取捨選択して考える時間が確保できない状況にありがちであるが、当地区では時間をかけた活動ができたことが大きい。2005年の新宿研究会発足から6年の助走期間を経ての2011年の新宿イースト推進協議会発足、さらに十分な時間をかけて2017年12月の町並み誘導型地区計画、都市計画決定に至る合意、全体合意を成し遂げたのであった。都市再生緊急整備地域プラス特定都市再生緊急整備地域指定での巨大開発化の波が押し寄せる中で、地元地権者参加方式の地区計画町並み誘導型地区計画はギリギリのタイミングと地元の合意形成意思決定で、新宿駅東口地区計画として2019年12月に都市計画決定された。地元のビルオーナーや関係者の話し合いや取り組みを新宿研究会が支援する形で、2011年2月に新宿駅東口まちづくり構想が固まり、新宿区もそれを受け入れる状況になった段階で、まちづくり協議会としての新宿イースト推進協議会が発足した。大型デパート関係者から小規模ビルオーナーらが毎月のように理事会を持ち、必要な情報交換を行った。まちづくりのためのビジョンの共有や歩行者モールの実現のための車の乗り入れを要しない配送システムの構築を行いながら、通りごとの全員合意形成を前提とした街並み誘導型地区計画対象地区としての承認手続きに相当な回数の話し合いを重ね、区役所との協議や都庁協議、区役所の同行要請によるも重ねていった。その最終段階では、地区全体での苦情や異議が出ないこと、地元としての新宿駅東口地区まちづくりビジョンを取りまとめることという条件をルルタンタンの話し合いで乗り越え、平成29年12月の新宿駅東口地区計画に至ったのであった。はい、ありがとうございます。渋田さんは読めるのかな。はい、はい、読めます。はい。はい、あ、いいですか。はい。はい、町並み誘導型地区計画という制度の性格。地区計画は都市計画法第12条の4、第1項、第1号で定められている。住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしい町づくりを誘導するための計画であり、昭和55年の都市計画法及び建築基準法の改正で創設されたものである。創設の趣旨は明快で分かりやすいが、同法12条5号に5に定義されているだけで8種類もあり、専門家でも実際の適用状況は分かりにくい。当日のように容積割増や再開発事業の促進のような
開発事業者向けの性格を帯びたものが大半である。その中で地元地権者、住民等参加型の地区計画手法である、町並み誘導型地区計画が、新宿駅東口地区のような面的な繁華街に適用された事例はほとんどないと思われるが、東口地区は銀座商店会と中央区が銀座ルールで超高層化しない街づくりを行ってきた取り組みが大きなお手本であった。その仕組みはまず対象地区全体で街並み誘導型地区計画の総論合意網掛けをした上で、各々の通りごとの全員合意で実施条件が決まるという仕組みであり、通常の市街地再開発事業のように都市計画後は一本道で事業化という性格ではない。投資型デベロッパーの摩擦に合わないと思われるが、将来的な選択肢や自由度が奪われることが少なく、事業化を誘導されたり急がせられることもなく、周辺との協調関係や調和が保たれやすい仕組みとなっている。本年2月の新建全国研究集会、住宅団地の再編分科会でアルテップの中川智之氏は報告、住宅地における地区計画策定の動向とその意味の中で、住環境を損なわない範囲でのルールの弾力化が建築確認申請と連動する法的担当力と地域ニーズに応じてカスタマイズできる柔軟性にあると思われるとし、団地を取り巻く社会状況の変化に対応する動態性を有する制度と期待されると解説されている。したがって都心の商業系ゾーンではなく、界隈性の高い商店街や良好な住環境の住宅地での適用が多いと思われる。新宿東口地区は得意な実践なのだろう。地区計画の可能性への期待。関連の注目すべき研究として、岡井有吉立命館大理工学部准教授、宇都宮真理駒沢大法学部教授の地区計画の実効性確保に関する研究、日本建築学会計画系論文集2017年9月がある。地区計画が1980年に導入され30数年になる中、成熟都市における持続可能なまちづくりを進めるために、細やかな土地利用や施設整備を市町村の意思決定で実現するためのツールとしての地区計画への期待が報告されている。また大貫博之中央大法科大学院教授の土地利用研究2018年夏号宿体の時代における都市計画制度に関する論点覚書も注目したい。都市計画の現行制度の1、全国画一性、2、集権性、3、過度の複雑性、4、硬直性のアンチテーゼとして、1、地域における多様性、2、地域における決定に委ねる、3、単純性、4、柔軟性の枠組み法化と、都市計画区域内のインフィル部分を埋める手法たる協定と地区計画の重要性、実効性を論じている。今回、規制緩和と乱立する大規模開発を問うの連続講座で、新宿駅東口地区での町並み誘導型地区計画支援の取り組みを紹介し、関心を寄せていただいて改めて感じたことは、都市計画という制度が今日的まちづくりに不適合だということであった。現代の先進国、特に日本など人口減少、超高齢化社会問題で
展望が見えない諸国では過去の神話となった計画経済型の発想の不適合は分かっているはずなのに、まだ今の東京では膨張的発展前提の都市計画を推し進めている。発展途上社会の成長期には機能できたかもしれないが、成熟化社会の変容や社会的危機が問題になる時代、過去今日の少子高齢化や大規模災害、パンデミックなどにはうまく機能しないことは自明であり、縮体型社会の都市や衰退が始まった都市の問題に対し、計画ピアニングで立ち向かおうとすることの無謀さが明らかになってきたのではないかと思っている。はい、ここはどうですかね、皆さん。感想は。なかなかでかいところで、あんまりこう、よくわからないなという。単に感想です。渋谷の、ごめんなさい、新宿東口地区のビルのオーナーたちっていうのの運動っていうか、そのずっと続けてこられたその運動が実を結んでというか、だからこうなんか行政からの指示じゃなくて、住んでる実際にそこを使ってる人たちが意見を持ってこういう街にしていこうよっていうその勉強会をねやってきたっていうことがやっぱすごいなと思って、うん、もう全部立ち返ってたらもうそれこそ大型のショッピングモールが全国にできてて、もう東京もどこも地方もその地方色がなくなっていく魅力のない街になっていくのをやっぱこうやってとどめているところがあって、その運動の仕方が学ぶっていうか、そういう例があるっていうことをそれぞれの地元の人たちが習ってというかな、なんか そうしていけば魅力的な街がまだまだ残っていくんじゃないかなと思いながら、福岡の私今西陣をふっと思ったんですね。あそこ再開発とかって少しずつ周りのビルは張ってるけど、遊歩道の商店街の遊歩道にちょっと離れたところのおばちゃんたちがリヤカーで全部いろんなものを持ってきて、そのリヤカー舞台のおばちゃんたちがいる通りっていうのがなんか唯一じゃないけど福岡で残ってる地元っぽい環境ではないかなっていうのをちょっと思いました。あれは残ってほしいなと。あれ変わるけど少なくなってるよね、リヤカー。うん、まあね、多分高齢化、皆さんほらやっぱお年寄りで、あと継ぐ人がおらんとかっていうことじゃないかなとも思うんですけど、うん、もう本当何台かしかなんかないような気がするけど。あ、本当ですか。私最近ごめんなさい、そう言いながら自分もねあんまり行ったことちょっと離れてるか行ったことないんですけど、日常でね歩いて行けるとこにああいう商店街があるといいなと本当いつも思います。なかなか新宿のこれいただいた研究集会の CD の中に、うん、この中川さんのが入ってますね、うん、また見てみたいと思いますけど、でも新宿のビル群の中で町内会の人がこういう相談してたっていうのは、うん、ほっとしますね、うんうん、ただ東口というのは前からずっとあるところなんですね、これね。新宿御苑の近くなんですね。一回テレビでね、なんかこのビルかどうかわからないけど、新宿ビル、古いなんかビルのオーナーさんたちの暮らしぶりとか、その本当に夜の飲み屋街、ビルの中の飲み屋街のこうなんか活気ある動きみたいな、なんかそういうの特集されてたことがあるんですけども、なんかすごいね良かった、本当に。もう結構ご高齢の居酒屋のオーナーの女性の方とかももうねシャキシャキしちゃって、本当にああいう空間もまだあるんだと思ったら羨ましかったですね。随分前にゴールデン街とか何回か行ったことありますけど、うんうん、どうなんだろう。あと継ぐ人がねいらっしゃるかどうかっていうのがまたわからないけど、うん、
この読書会には東京の人がいないんだけど、清崎さんとかね、山下さんなんか本当に板橋区のまさに 都会の中に住んでんだけど、あの2人ともね、地元の団地の中でお祭りやったり、よくフェイスブックで流してきますよね、からそういうのをやってる人がいるけど、東京から離れた人から離れた自分たちから見ると、あのビルがいっぱい建ってるああいうとこしか見えてこないんで、ビルの谷間でみんなどんなことしてんかなっていうのをもっともっとね、伝わればいいなと思いますね。はい、ではもう一ついきましょうか。28ページ、ですね。多賀先生、いいですか。都市再生化の開発で追われる住民たち、遠藤です。都市再生の20年都市空間を市場開放する、2002年の都市再生特別措置法制度化を前後して、一連の都市再生推進の法制度が整備された。1968年以来の都市計画制度は、この大きくカーブを切り、経済対策の手段、都市空間を市場開放する都市計画の解体とも言える現象が顕著となった。簡単に言うと、都市空間で原材料の仕入れ、加工、処分を通じて、デベロッパー、ゼネコンをはじめ企業の利便をどう極大化するか、これが都市再生だったのだ。ここでの都市再生という言葉を、都市再生特別措置法2002年の直接適用して、事業のみならず21世紀の開発都市計画全体を特徴づける流れを指す。仕入れ原価の引き下げ、再開発で言えば再開発前の資産価値観評価をいかに落とさせるか。かっての中曽根康弘首相時代のアーバンルネッサンスは、契約社会における引き下げ、マンション、事業用地の確保だった。都市再生の時代は、公的土地評価と国の用地対策連絡協議会、評価基準等の押し付けの使用原価引き下げである。加工再開発の事業発展では、莫大な補助金確保などを通じ、デベロッパーへの処分する物価原価を引き下げる。また、自治体には床を高く、その分、デベロッパー取得床の価格を落とす。独立採算制と言われる再開発組合などの収支均衡の原則を利用する処分。こうした大量の床の原価を引き下げさせ、デベロッパーがそれらを取得、それを高く売り、巨額の利益を得る。大都市部で林立するタワーマンションの巨大な姿は、デベロッパー、ゼネコンの売上利益の姿そのものである。上目黒一丁目再開発のこと。一社が都市再生を強く意識させられたのは、3つの点で、目黒区、上目黒一丁目、東急東横線、中目黒駅周辺の再開発だった。区画再開発通信。
2003年6月号絶好第1話見切り発車で再開発組合が許可するやり方である。1999年都市再開発法改正で都道府県知事などの許可の裁量権を削ぎ落とした。都道府県知事からのなどによる再開発の事業主体市街地再開発組合設立の認可要件に3分の2同意条項というものがある。かつて運用では東京都などの認可所で9割の同意書は持っているよと認可申請に求めていた。ところが都市再開発法の改正で認可庁のこうした裁量権を削ぎ落とし、要件さえ揃っていれば認可しなければならない同法17条と改めたのだ。上目黒1丁目では地権者の少なからずが再開発に反対であった。ところが所有権で 75% の同意率を持ってこの再開発組合が認可されたのだ。反対地権者も強制的に巻き込まれ再開発事業は進められたのである。第2は大幅な実験の実績率緩和である。1997年の建築基準法の改正でマンションの共有部分などを法定容積率計算から外してしまった。その結果マンションの下上目黒一丁目再開発の場合は法定容積率が 770% であったにもかかわらず延べ床面積を敷地面積で除した実質容積率は 1033% を実現した。第3は時間処理だ。再生特別土地法適用事業ではなかったが、すでに東京都では標準実施処理期間を認定、認可申請から認可まで50日間という内規を認定していた。都市再生処理措置法の都市計画提案から事業認可まで6ヶ月というとするという同法のキャッチフレーズを先取りしていたのだ。これでは事業計画縦覧などで意見書を提出してもその審理は右から左に流す作業として有名無実化するようなするよりほかない。同事業は参加組合員に旭化成当時の都市基準整備公団を主主管管理を保障した。次私が読みます。行政処分権の駆使。80年代アーバンルネッサンスの事業用地確保の手法。地上げの前提は契約社会である。夜内朝掛け。地上げ屋を称する者がカバンを持って日産、それでも売買の契約に応じなければダンプで突っ込む、火をつける、不法行為を持ってマンション用地などの手当てをした。伊丹十三氏の映画、マルサの女2、1988年東宝などは、まさにそれをテーマにした。しかし今や、彼らの姿は消え、誰が地上げするか。まさに、ディベロッパー、ゼネコンは、都市 再開発法、都市再生特別措置法など、一連の法改正によって強制執行権をちらつかせ、地上げをしているのが今日の姿なのだ。その中心をなすものが行政処分権の駆使である。時間管理をもって投資計画を確実に実現する保証としている。再開発で言えば、再開発の事業者を施工者と呼ぶ。誰が事業できるかは法定されており、誰しもが勝手に人々の資金を動かしたりする権限があるわけではない。
再開発の事業認可を通してディベロッパーゼネコンが実質支配する市街地再開発組合が設立され、そこが住民の意思にもかかわらず強制的に試験を動かす。都市再生の時代はこの行政処分権、はっきり言えば強制執行権を背景に再開発を進める仕組みが築かれたのだ。都市再生の実装、住民参加は風前の灯火。都市再生化の開発事業が民間活力による時間管理のもとで進められて20年。言うまでもなく、民間活力は企業活力、はっきり言えば事業者の儲けの活力であり、それを時は金なり、短期にどう進めるかということだった。この流れのもとで、1968年、いわゆる新都市計画法のもとに制度化された住民参加規定は、ことごとく押しつぶされたと言ってよい。とりわけ、都市計画法16条、都市計画案作成においての住民意見を聴取する公聴会などは、ほぼ有名無実化された。品川区広町開発での陳情。品川区 JR 大井町駅北側に広がる JR の土地と品川区役所を一体にした 7.1 ヘクタールの大規模開発が水面下で準備されてきた。品川区の所有地と JR の土地を土地区画整理事業で付け替え、再開発等促進区なる地区計画で大幅に規制緩和、超高層ビル群とする計画だ。品川区庁舎、保育園なども含まれる地域で、全市民的に関心の高い地域の計画だ。2021年夏に、広町開発の都市計画決定手続きが始まったが、企業など一部地権者だけに計画を知らせて、意見書提出機会を与えたにとどまったことが問題となった。都市計画法16条、都市計画原案作成手続きは、東京都地区計画条例によるのみで、市民には公聴会も説明会も行わなかった。その手続きは、品川区の広報にさえ掲載しなかった。同年9月、品川区議会には、ついに、大井町駅周辺広町地区にかかる都市計画の手続きについて適正な住民参画を区に求める陳情が出された。区民にとっては寝耳に水であり、住民の町づくりへの参画の機会を奪っている。手続きをやり直せというものだ。区画再開発通信10月号各地閲覧。再開発等促進区は、当該自治体のみならず、広域的にも重大な利害関係のある地区計画である。それさえ計画作成のプロセスを秘密裏にし、計画地区内の地権者にしか意見書提出の機会を与えない。こういうやり方が広くどこの自治体でも常態化している。柏市の都市計画提案。柏市伏せに周囲を市街化区域、第一種低層住居専用地域、高さ規制10メートルに囲まれた市街化調整区域の土地、10.7 ヘクタールがある。ここに突如、デパート並みの高さ31メーターのデータセンター4棟が建てられる。市街化を抑制すべき区域に、地区計画で風穴を開け、大幅に規制緩和する。もともとは、既存宅地として高さ15メートルの工場が創業していたが、2003年操業停止、工場跡地ではあったが、周辺とはまるで異なる新たな土地利用に、第一種低層住居に住む周辺住民はびっくり仰天、猛烈な住民運動を展開している。ここでの注目点は、事実上の線引き変更にもかかわらず、
市民には目立たぬところで企業が市に、話を持ちかけ、2020年に都市計画決定手続きが進められたことだ。都市計画法16条、17条手続きも市は市民に説明せず、周辺住民も気づかぬところで行った。他方、企業は3年前の2018年から市と協議開始、柏市が市街化調整区域の地区計画策定基準を作成するときも、業者の意向を受け入れ、基準に31メーターの高さ制限の緩和まで期した。基準を業者に報告。業者はそれで都市計画、提案を作成する。いつ都市計画審議会を開かせるか、議会対策をどうするか、住民説明の仕方まで業者と市が打ち合わせをしていた。市には周辺との調和に配慮すべく都市計画的な視点はなく、ただ業者、投資家の意向に沿った規制緩和の地区計画を提案させ決定した。それに基づく都市計画法43条建築許可、民間確認機関による建築確認という経緯である。電力を安定的に供給できる都市郊外のデータセンター、サーバー設置の建物が投資対象とされている。今、大都市沿辺部の、調整区域で地区計画を立て、事実上、線引き制度を廃止していくプロのコンサルタント業者が走り回っているのだ。括弧価格再開発通信2021年8月号。税金投入と容積率緩和。社会保障予算はどんどん削減という中で、潤沢な予算を確保しているのが公共事業関連である。葛飾区、京成立石駅、北口再開発は、今、本組合設立、権利返還計画決定、工事着目目前の段階である。ここでは、総事業費914億円のうち、公金投入が630億円にも及ぶ。人口46万人都市だが、1人当たり14万円となる。すべて葛飾区財源ではないが、国と区が用意しなければならない公金である。内訳は、駅前広場整備の負担金に118億円、再開発ビルへの補助金に246億円。さらに、この再開発事業の床事業を確保するべく、わざわざ葛飾区役所庁舎を再開発ビル内に移転させる。その床の買取費用、公共駐車場費用などの床代金が266億円である。総事業費から道路などの負担金を差し引いた再開発ビル自体だけの事業費が796億円。このビルに対する補助金の占める比率は 31% に及ぶ。単に再開発事業を支えるだけの補助金である。この補助金の還流先は、ビルの大半、8割方を占める保留床となり、この事業に参入する旭化成などのビル床購入原価を引き下げる役割を果たす。その上、計画では、区役所買取床代金が86万円、床平方メートルクロスと高く設定されていることから、ディベロッパーその他が買う床は46万円、床平米、クロスとさらに引き下げられる。ディベロッパーにとっても非常にうまみのある事業の構造としているのだ。他方、都心中心部などではこうした補助金をあまり投入せず、業績率自体が金になることから、大幅な業績率緩和で対応する事例が少なくない。中央区八重洲2丁目中の三井不動産が手掛ける市街地再開発事業では、補助金は総事業費の 5% 程度だが、業績率緩和が半端ではない。敷地に対する延べ床面積ベースの実質業績率は 2144% となる。
はい、じゃあ次を新井さんいいですか。行き場を失う住民、地権者、土地区画整理事業という平面的な権利処理にビル事業を持ち込もうと制度化されたのが土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行制度である。1999年のそれぞれの法改正によるものだ。これが近年悪用され、市などの公共団体施行土地区画整理事業が延々と進められ、最終盤に企業によって再開発が持ち込まれるケースが出現している。川崎市登戸駅周辺区画整理では、その結果区画整理に協力するべく10年も仮店舗営業を強いられた住民が10年前に指定を受けた仮換地先に移れないという状態が起きている。仮換地先の外区にディベロッパーが入り込み、再開発の準備組合を立ち上げさせ、仮換地をまとめ共有敷地にして市街地再開発事業にしようとしているのだ。仮店舗先で仮営業していたお店にはビル内の区分所有権なり共有床をやる、土地の半分ほどのビル床面積だと言われて困惑している事例だ。和光市駅北の区画整理でも仮換地先の駅前外区にダイオハウスや三井地所などが入り込み、再開発事業を計画。ビル床が嫌ならば別のところへ仮換地変更、もしくは区画整理地区外に出ていけという説得を行っている。事業がおおむね終わりかかった段階だから変更する仮換地先もほとんどない状態だ。だから地区外に出ていけという選択を三菱地所が迫っている。いずれも強制執行が可能な組合施行再開発の計画だから、その場で改めて再開発の都市計画決定を行い、仮換地を再開発の充電地とすることから、一体的施行で必要な特定仮換地制度を活用する。こうなると土地区画整理事業における換地の法的原則である商法の原則、土地の利用継続、宅地利用増進の原則も蹂躙する議論であり、法的な争いにもなりうる権利侵害と言えよう。よいしょ。はい、マンション区分所有者無視。再開発には分譲マンションも次々と再開発に引きずり込まれている。 JR 大崎駅西口前にあるマンション群もそうだ。大成建設が再開発準備組合事務局を牛耳り、マンション群の各マンション管理組合から代表者を再開発準備組合の役員に担ぎ、あたかもマンション全体が再開発に賛成しているかの演出を行っている。マンション法の建て替え決議要件は厳密であり、建て替えか大規模修繕なのか慎重な検討を経て5分の4の同意条項で建て替えへの道も開いている。しかし各地で進んでいる分譲マンションの再開発引きずり込みの手法は、この慎重な手続きをすべて飛ばした弁法である。再開発の土地計画決定し再すれば、マンション区分所有者の意向などは100分の1程度とばかり、都市再開発法手続きで事実上区分所有者の意向を無視した再開発引きずり込みを図っている。文字通りディベロッパーゼネコンの仕事を起こすとして都市再開発法を悪用したやり方だ。晴海選手村再開発の実態、かつて再開発の中でも東京都の再開発行政は良くも悪くも全国に範を垂れるような事例が多かった。亀戸、大島、小松川や白髭東、西などは生活再建措置実現として大量の公営住宅を確保したことでも知られている。
しかし東京都の再開発要請は今やその片鱗もなく、晴海選手村再開発は究極の都市再生、デベロッパーのための再開発、実態は権利返還なきペーパー再開発である。豊洲新市場オリンピック選手村開発の不都合な真実、石膏ご参照自治体研究者2017年、建築とまちづくりし2016年7、8月号石膏、という地を民間デベロッパーのマンション事業用地に提供する投げ売りに再開発制度を悪用した事件だった。民間活力で時間管理の都市整備を行うというキャッチフレーズの究極の姿、象徴的な結末である。市民自治のまちづくり、専門局への期待、新宿駅東口の事例に接して2021年の秋、新建東京支部の創立50周年記念講座でのお話を聞いて、専門職の方々の役割は大きいと感じた。どこの再開発でもビルオーナーは反対するか転出するしかないという選択の悩みが尽きない。新宿駅の西口側は東京都庁もあり、すでに超高層ビル群のあるところとして有名だ。他方、同駅東口側は中村や綱八、高野など戦前以来の老舗も多い地域である。ここでの街づくりは闇雲な大改革化再開発のような敷地共有による他力本願大規模超高層の建て替えではない。専門家、研究者、自治体の支援も得ながら、従来の町のにぎわいの発展の中に町づくりを構想している。再開発や共同建て替えというよりも、協調建て替えで町並み誘導型地区計画などもツールとする。個々の権利も維持し、共同で町並みを作り、町のにぎわいを発展させる試みだという。中小ビルオーナーの要求と冷徹な計算に基づく見通し、町の発展への模索でもある。日の力が町を開く。今日の大手企業の儲け一辺倒の町の改変の中で何をするか。これまでの町の歴史、発展の上に地道に町づくりを模索する努力が各地で広がっている。時流に乗せられず、今日の町の課題と空気にしっかり向き合い、住民、地権者、専門職、研究者、行政が協力し合う自治の力が都市計画の新たな芽を育むのではないか。ありがとうございます。すごいね、遠藤哲人さんって何、ジャーナリストすごい人だね。ハリスだね。真剣と建築とまちづくり史に登場する人ってなんかすごいと思う、うん、ね。あの鎌田さんなんかとなんか結構一緒にこう出てくるような感じがしますね、名前としては。うん、切り口なんか恐ろしいですね。どうなっちゃうんだろうね、東京とやつか都会は。福岡でもね、今もう本当に都心の天神のところの再開発が天神ビッグバンって言ってどんどん進めてますけど、うん、おそらく同じようなもんですね。うん、誰が住むの？住むのというか、だから商業ビルが多いですよね、今やってるのはね、超巨大の。人口が減ってくのに？うん。もう全部建て替えてますよ、もう。ど真ん中を。大手不動産とデベロッパーがめちゃくちゃにしてんだね。ねえ。まださ、マルサの。映画の中だったら分かりやすかったけどさ、ダンプで突っ込んだりだな。俺は見えねえとこで。ね、こっそり法律を変えて。うん。ヤクザよりひでっていう感じじゃない？こっそり。うん。都合のいいように。うん。すげえな。
でもこういうとこで働いてる人は普通にそこら辺に住んでる人が社員で働いてるんだよね、きっとね。ね。どうなんでしょう。でもほとんど、まあ、天神なんかほとんどその住んでる人のところの建て替えはあんまりなかったんですけどね。うん、でもこの頃なんか、ね、須崎公園のすぐ近くにでかい、マンションのなんかすごいマンションを建てるとかいうのもなんか出てましたね、うん、新聞ね、うんうん、でそれであの一帯もまた須崎公園自体も、ね、木を全部切り払って、うん、なんかやってるし、うん、そういうのがまた広がってくるんでしょうね、天神ビッグバンでね、うん、いや私の前橋でもね、日赤病院の跡地っていう広い土地があったんだけど、あの実態の所有地ですよね、安く民間に放出して、うん、で東京から来た業者がそこを再開発マンション作ったりで、特用も入れようとしたけど高すぎて応募できねえってんで、ね、特用は実現しなかったんだけど、自治体が損して手放すんですね、うん、だから事実上税金つぎ込んで業者に土地を提供しているようなもんなんですよね。仕入れた時を考えれば保存して手放してるんですよね。問題はだから税金をつぎ込んでるってことですよね、私たちの税金を。そうなんですよね、うん、でまあ共産党の議員さんたちがそういうのあの暴露していろいろ候補してるけど、議会の中じゃ少数派だし、押し切られたまんま、いくつもいくつもそういうのを強行されてます、うん、じゃ あ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、また来週お願いします。はい、お願いします。